現実況劇団鳥の爪。どうも鳥の爪ダンソートです。今回もスターウォーズバトルフロント2やっていきたいと思います。今回はまあ雑談しつつ普通にギャラクティックアサルトを遊んでいきたいと思います。最近ですねスターウォーズの、エピソード9とそしてドラマのマンダロリアン、そちらの2つが、どちらも撮影が終わったクランクアップしたみたいなね情報がねあったので、いよいよ来たなって感じですよね。もうどんどんこう編集の段階に入っていくと思うんで秋頃そして、12月、映画も公開するということでめちゃめちゃ楽しみだなという感じです。で、今回なんですけども、最近ですね、フォースフライデーだったかなっていうイベントに関しての情報が発表されたことはご存知でしょうか。今年はですね、10月4日からトリプルフォースフライデーっていう名前で、アナウンスされてるんですけども、その先ほど言っていたエピソード9で、そしてマンダロリアンドラマですね。で、ゲームの、フォールンオーダーかな、フォーリンオーダーじゃなくてフォールンオーダーなのかな、そちらの、3つのタイトルが、関連商品等がね、大量に発売されるみたいです。でそれが10月4日から開催されるみたいですね。毎年一応やってるイベントみたいなんですけども、去年もなんか渋谷だったかな、なんかどっかちょっとお店寄った時にすごいねスターウォーズ関連の商品がいっぱいあったんだけども、多分それがその時期なんじゃないかな。で今年もそれがあるみたいですね。で3作品が、スポットライトを当てられるという感じになるみたいです。でなんかあれだね、またちょっと話変わっちゃうんですけども、最近こうエイペックスレジェンズとかたくさんやってたので、ちょっとバトルフロントから少し離れてたんですよね。で久々にやったらあれ楽しいじゃねえかみたいな。やっぱこうバトルはのいいとこでもあり悪いところでもあると思うんですけども、基本的にこう大丈夫かな、あー死んじゃった、打ち合いがねすぐバンバンやれるタイトルではないじゃないですか。なんかこう久々にねバトルフロント2やったら、うわバチバチに打ち合えて楽しいみたいな。でなんならちょっとこうあれ俺エイム上手くなったのかなみたいな、なんか違う作品をやることによってまた別のこう自分の実力にもつながってくるようなところがあるんじゃないかななんてことをね思いました。サイズを突破していく、なんやかんや突破していく。であと最近ねヨーダ楽しいですね。できればカミーノが良かったんだけどね、今経験値2倍イベントやってるんで、ちょっとカミーノは多分ラインナップに入ってないんですけども、今回は第2デススター。ヨーダの何が楽しいってあのフォースプッシュよ。うん、これがさ、これ狭いところとかでこうやってってたまんねえか、今背中向けてるからあんま関係ないか。あでもパルパティーノでいい感じに溜まったぞ。あーそっちが死んじゃったか。これをね複数人にマックスの状態でバーンってぶち込むのがもう楽しくてしょうがない。あパルパティンじゃな、シスも悪だくみしおるの、ボスクモル、あーちょっと無理じゃ、わしには無理じゃ。ちょっとこっち側わしにはちょっと若干辛いかもしれんの。ヒーロー2人相手はちょっと分が悪いんでの、あ弟子のルークがおったの、弟子のルークおったんでちょっとこうプレゼンスして、あ、これ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 、行くよ行くよ、はーい、あいっと今てん、よし来た来た来た。なぜかですよが出ていく、なぜかですよが出ていくけども、もう謝るレベルですよね、ああなってくると。これよ、これ楽しくてしょうがなくて、最近さこのフォースプッシュをマックスの状態まで貯めてボンよ。これがねなんかで、ね、最近動画にしたいなって思ってたんで、打ってこい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 、そうだ、ま、導いてきた、そうそうそう導いてきたから、ここ届け、よっしゃ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 。ちょっと若干リーチ足りないところもあったけど、またフォースを貯めるぞ、わしは貯める、貯めるのじゃ、あー痛い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 、思いのほか痛いの、もう一回貯め直す、あ一掃されてる。ちょっと貯めるタイミングは、ま、前はかっていかないといけないね。アドレナリン出ちゃってガンガンいっちゃうとやばいかな。よしよしよし、あいいね、こういうのいいよ、強い乱れを感じる、強い乱れ感じるわ、うわパルパディ、いやでもちょっとダークロー貼られてんのきついな、あー危ない危ない危ない、苦しいかー言われてるきつい、や、あ、やべ撃っちゃった、集中じゃ、了解じゃ、あ、行こう、行ける、よいしょ、あ、待って待って、戻れん、戻れんぞ、わし戻れんのよ、嘘、開けて開けて嘘。あ
開いてたから戻れると思ったら戻れなくなっちゃった。ヨーダ死んじゃったけども。楽しかったな。もう一回ぐらいヨーダなれねえかな。じゃあ早いとここっち落とそうぜ。頑張る頑張ろう。ほら、いた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 。いや、いる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 。アサルトいるよ。オッケー、一人倒していく。いや、やっぱこうエイペックスレジェンズやった後なんかまた違ったフォースの覚醒をしてる気がするんだよな。なんかスピード感っていうのになんか慣れてきたのかな。何なんだろう。なんかちょっと皆さんもね、一回こうバトルフロント離れた後に違う FPS とかやった後にもう一回バトルフロントやるとね、ちょっと違ったフォースの覚醒してる可能性ありますよ。これ楽しいね、これ楽しい。あとちょっとミリミリだよ。いけるか。いやー、やられていくー。あ、決死したかな。ナイス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 。まだちょっと敵が前線いる感じするんで、ちょっと一回右側から行ってみようかな。あー、敵撃ってますね。ロケットジャンパーかな、撃ち方の感じは。それかヘビーか。ちょっと待って、あー、これやばいな。ヒーローもいるか。ちょっと横取ったりしたいけども、タレットだけでも。いやー、いるんかい。あぶねー。よしよしよし、これで位置バレたか。あ、バレてないっぽいぞー。おじさん撃っちゃうぞ。あ、ヌーク来た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 。帰れ帰れ。あ、間違ってフラッシュ投げちゃう。フラッシュ投げちゃう。置き土産で投げちゃった。あ、でも大丈夫だね。オッケーオッケーオッケー。あのタレット効いてんじゃない。抵抗など無意味だ言うてますけども、意外と無意味じゃなかったりすることもあるっつって。よし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 。嫌だろうな、ベイダーな。嫌だろうな。体力上げるよ。バトルコマンドして効く。オッケー、敵倒れてるね。で、ベイダーが下がったんで、あ、デストロイパーもいるんかい。ベイダーかなり体力低いっすね。オッケー、デストロイパー倒した。あー、痛い。いけるいける、ベイダー倒せるよ。オビワンケノビー、さすがにヨーダ空いてなかったかな。あ、右側行ったぞ。攻めた攻めた。オーバーライド中。ナイスナイス。もう一回こっちから行こうかな。ランドとかもいたんで。で、あとそうだそうだ、ちょっとまた話それちゃうんですけども、ランド・カルリージアンの俳優さんいるじゃないですか。ハンソロ、映画ハンソロの方のランド・カルリージアンの俳優さんいるじゃないですか。あの人がですね、なんかグラミー賞取ったみたいですね。なんかびっくりしました。あ、そんな多彩な人だったんだなと思って、ツイッターでちょっと情報もらって、あ、そうなんだって初めて知ったんですけども。いやー、ドゥク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 、おら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 、よいしょ。あ、これ最悪のパターン。いけるか。あ、ウィークネスされてる。お前の痛いとこついてくよ言うて。よし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 、いけるいけるいけるよ。オーバーライド、オーバーライドしていく系男子。オッケー、右側解除、解除っていうか完了か。オッケー、からの周囲の環境を意識しろでちょっと煽っていく。いけるか。おら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 、よいしょ。いや、まずいぞ。こっち側裏俺入るから。いや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 、ダメか。前線押してくれ。あと5人しかないぞ、チケット頑張れ。あー、いや、ダメか、ダメだ。ということで、かなり今回ドタバタしましたけども、雑談したり実況したり、エピソード9が公開したり、映画マンダロリアンがやったり、そしてジェダイフォールンオーダーが発売したりと、で、それに関しての、フォースフライデーっていうイベントがね開催されたりということで、非常に楽しみですね。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。